吉本芸人だけでスラムダンク実写化された時のキャスティングを考えよう。おー、なるほど。新企画でございます、はい。スラムダンクっていうね、名作の漫画ありますけども、うん、あれがもしまあ映画かなりドラマかなり実写化された時に、うん、誰をキャスティングしたらいいのか、これを吉本芸人だけで。確かに、あれもうめちゃくちゃ名作だけど、実写化されてないもんね。実写化されてない。なんでなんだろう。一切されてません。で、吉本芸人のみで、のみで。俺、そう、めちゃくちゃ話題になると思うけどな。ありだよね。うん、あれ、実写化すること自体、吉本芸人絶対面白そう。ガチ実写化ってことで。絶対見るよ。いや、お前はスラムダンク、吉本芸人だけでやったら。いや、それは世の中、須田とか入れてほしいよ。まあ、でも、だけで映画とかありだと思うんだよ。ずっと言うてるな、それ。まあ、これはちょっと考えよう。はい。あなた、呼んでます？僕はもう何回も呼んでますけど。あ、スラムダンクはもちろん呼びましたよ。大体わかる、登場人物。うん、まあでも前、だいぶ前だからね、ちょっと忘れちゃってとこもあるけど。まあじゃあとりあえず、じゃあやってきますか。湘北の5人ぐらいからいきます。大事だね。ここが一番大事よ、映画で言うと。もちろん、お主役だからね。はい。桜木、流川、宮城亮太、赤木、三井、まあとりあえずレギュラーはこの5人から。うん、メガネの方は、まあ小暮、まあ、はね、まあ、年齢は無視してね。むずいよここ大事。流川はやっぱね、かっけえ人がいいよね。そうね。俺だからルカはマジいい。もういい。うん。大宅大さん。いや違うって。違う。あのちょっと S な雰囲気。せめてタクさんよ。いやいや、あの大さんの方がね、目がキリッとして。待って、大さんは確かに。で、あとバスケ。マジでバスケ上手い。バスケ上手いけど、それは一回やめよう。バスケ上手い。いやいや、いいべ。いや、石井さんやって。コマンダントの。いいね。いや、石井さんっしょ。石井さんはちょっとオーラが優しすぎない。ルカはもっとクールな。メガネ君、石井さんとかって最高やけどな。あのメガネ取った瞬間のかっこよなる感じとかね。あのシーンね。ちょっとメガネ君よりは王子様キャラだな、石井さん。ああ、いいけどね。ルカは、いや、俺三井とかにタクさんとかね。ああ、三井いいね。でもちょっと違うか。双子やからな、あの双子。ちょっと三井いい。なんで三井分からへんの？あのヤンキーがロン毛から髪切った三井をスリーポイント。あ、ミッチーか。ミッチー、あ、ミッチーはマジで第3。第3な。たくさんか。いや、でもヤンキーはやっぱ第3の方が似合う。え、三井第3マジで。第3、マジで。あー、じゃあ第3。うん。ほんまに？うん。もっとええやっぱありそうやけど、第3。身長はCG でごまかせるって考えていい、うん、ああ、そうしましょうか。ミッチーだ。最初不良でロン毛でね、うん、んで反省して、うん、だからタクさんも出せへんよ、ミッチーで第3出しちゃうと、うん、なんかほら、なんか仮にさ、撮影中に怪我とかしてもタクさん立てやすい。タクさんね、うん、月見とかさ、うん、ルカは石井さんでいい、マジで。他いない？まあ、石井さんでいいかも。石井さんいいよな、絶対に。あの石井さんはクールな演技もできる。でも声優しいんやな。そうなんだよな。もうちょい低い声でもいいけど、ね、声が可愛すぎるな。うん、まあ、ちょっと後で変えるかもしれんけど、うん、あ、じゃあメガネ君コマンダンテ安田さんだ。メガネやけど確かにそうだな、安田さんだ。あ、違うわ。え、キムさんだ。いや、キムさんは彦一でいいよキムさん彦一でいいよここ大事やから、メガネ君マジで。いいかもな、安田さんっぽいわ。いいよ。しかも今のところ全員背高いぞ、うん、ちゃんとお前でいい、ここ。これマジで俺だ。お前でいい宮城ここはもし俺行っちゃっていいっすか。いいよ、ここお前。あの一時期もあの美容室行った時にあの宮城亮太の髪型にしてくださいって言ってました。背もちっちゃいし、うん、本当に。だからここよね、ここ桜木はむずいぞ。大事よ。どっちでイメージする？坊主になった時か。どっちも行けてほしいですね。どっちも行きたいですね。最初のリーゼントっぽいね。あんまそういう桜木みたいなタイプの人間って芸人にならへんいないんですよ、うん、海野さんでもいいね、メガネ君は。ちっちゃすぎるかそれ気にして出すともう背高いとしか入れられなくなってくるから。海野さんにする。ここ気になるよね、うん、ファンとしては。コマンダンテさんのファンがちょっと気になってます。あ、海野さんにしよう。メガネかけてもうて、海野さんに。そうなってくるとダメだ。俺もう赤木は西本さんだ。いや、面白すぎるから。いや、
面白すぎる、西本さん。西本さん、今回どこにも入れません。面白くなっちゃうと思う。いやいや、髪型全く一緒や。いや、髪型一緒やけど。いや、それは髪切ってもらうよ。その、やるとしか。いや、俺、青山さんとかいいと思うよ。あー、なるほどね。か、実方、ジャンボ。あ、赤髪、青山さん筋肉あるしね。でも、そしたら俺、あれだ。桜木岸さんや。いや、違うよ絶対に。なんでなんで岸さん桜木になった感じ。いや、全然。え、屋敷は屋敷桜木やっちゃっていいんすか喜んで坊主にしますよ、俺。お前は桜木じゃないよ。桜木はむずいね、芸人で。だから、もう、そいつどいつ松本でいいじゃん、桜木。そいつどいつ松本、大抜擢する。大抜擢だなぁ。いや、一回、レインボー池田で止めといて。いや、ちょっと待って。レインボー池田は全然違うよ。そうよなぁ。あいつにはあいつが輝く役があるよ、絶対に。いや、桜木決めたいね。桜木、気持ちいいの惜しい、桜木は。待って、大阪周りですもんね。大阪周り。うわ、大阪周りやったらいろいろ広がるね。広がるな。でも関西、森山さんとかね。あ、でもちょっと、森山さんはあいつだな。三井の友達のヤンキー。めっちゃ喧嘩強い、ね。めっちゃ喧嘩強いです。鉄道やったかな。いや、森山さんはあのヤンキーのやん。こいつ、こいつ、こいつ、こいつ。鉄道。鉄道。これ、これ、これ、これ。こいつ、ええ役やねん、鉄道。うん、鉄道も森山さん入れといていいですか。いや、鉄道をこう見ると普通森山のナイチンゲールダンスに見えるナイチンゲールダンスのほらヤスヤスいや、ヤスはちょっとまだ早いな、この役 こいつはもうええ役やねん。森山さん行こうか。森山さん、これはいいわ。構成した三井のとこに、そうそうそう、バイクでね。ちょっと桜木だけ決めよう、マジで。凛太郎さんは、いや、そうなってくると兼近になってくるな。兼近か。兼近だな。話題性もあるしね。桜兼近だ。兼近にしとこか。髪もピンクだし。ああ。あ、兼近だ。兼近だ。今、旬やしな、イグジット。これもらったね。これマジで当たった。マジで、お前、ええ役もうたな。この中、大さんも三井もうてるやん。もう赤毛決めようか。じゃあジャンボにしとく。ちょっと太りすぎちゃう。それ以上したらやっぱ結構芸人ってデブ多いから。第三の三井もだいぶ怪しいんで。大丈夫大丈夫。第三役作りしてくれる。ちょっとこう雰囲気というか体型あれだけど、うん、俺雰囲気というかだいぶ実は、うん、囲碁将棋根建さん。いやいや、根建さんじゃないね。結構実はゴリ顔っていうか。根建さんも山王のどっかにおるわ。でかいから信じられない。富田さんもいい。いや、青山さんじゃない。青山さんお世話になっとるし、この YouTube だいぶこれぐらい入れとこやっと青山さんに光当たったわ。まあ青山さんはほんとガタいいしね。ガタいい。あと安西先生じゃない。セブンバイセブンの玉木さんでいいか。うん、もちろん。俺もそう思ってた、マジで。うん、モノマネしてるし、実際に。東北です、揃いました。マネージャーは？ああ、それね。あやちゃん？あれはまずほら、ヒロイン。ハルコさん？あ、ハルコさん、ちょっと見せて。コネチカが好きなハルコさん。ハルコさん。と、あやちゃん、あやちゃんでしたっけ、マネージャー。俺のか、俺と彼女ね。いや、彼女だけど、好きなだけよ。まあなあ、ハルコさんはいい、ね。もう、ガチで行くやともスパイクのお母さんぶち込んでくる。まあ、ガチよ。それはガチよ。ただ、ハルコさんの雰囲気いける？あの、本当の。汚れしてたの。幼子みたいな。おる？じゃあ、お母さん以外に。コマンダンティ石井さんのことが好きで、兼近。うわ、めっちゃええ映画やん。青山さんの妹だよ。青山さんの妹か。そうか。誰やったっけ、いい女ランキングで上位やった可愛い人って。リンゴ姉さんか。リンゴ姉さんの。いや、まあ小川さんにしとくか、やっぱり。小川さんかな、スパイク小川さん。強いな、小川さんは。小川さんはやっぱすごいよ。こういう時やっぱ小川さんってなるもんね。
ちょっと元気いい感じの。あ、あいつは福田。まあな、三時のヒロインの福田。まあちょっと幼いんだよね、顔立ちがね。確かにな、動画やもんね。何か渚さん。まあね、でも渚さんはそうなのよ。俺考えたけど、渚さんでもめっちゃええやん。テンション低いけどな。ちょっと線細くない、渚さん。ハキハキしてんだよ、綾子さん。行くよーみたいな感じだから。投げすできるその演技。レスリング巻き込むみたいな。いや、ほんとそういう。お前な、お前な、お前な、お前みたいな。花道みたいな感じで。じゃあ、リンゴさんじゃないマジで。全部揃ってるけど、今んとこ。いや、全部揃ってねえ。いや、ハキハキしてるし、大人っぽいし、グラマラスやし。うん、足10代だもん。足10代。神10代。いやいないな。渚さんに頑張ってもらうしかないんだよ。渚さんにちょっと声出してもらおうか、うん、ちょっと慣れない。黒髪とか可愛いしな。あ、渚さんを黒髪キャップにしたらもうほぼ綾子さんだ。はい、じゃあ湘北離れます。あれは桜木軍団行ってきます。軍団行かないと。なるほど、桜木軍団。名前が分からへん。水戸陽平。あ、水戸なんてめちゃくちゃかっこいいやん。水戸とヒゲとヒゲが野間。野間、野間って言うんじゃん。あ、野間いいね。あ、高宮や。金髪リーゼントとウォークス。いや、水戸が一番かっこいいのよ。水戸見せてもらっていい。水戸はもうほぼ水戸かっこいいね。水戸マジかっこいい。織田裕二じゃん、ほぼ。うん、役どころもかっこいいから、水戸は。水戸は喧嘩も強いし男気もあるし、でもバスケはやらんっていうだけ。バスケやらんルカワぐらいかっこいい。なるほどね。うん、高宮はもう雨の宮でいい。か、和田まんじゅうさん。あ、和田まんじゅうさんいいね。和田まんじゅう、いや、でも雨の宮にしよう。雨の宮やっぱ、あの、青山さん出てるから。雨の宮、しかも実際にほらドラマ出てるから結構。まあ演技はうまいよね。うん、ヒゲは？ヒゲもかっこいいよな、顔。でもそんなにね、意外となんもない、こいつは。おるだけって感じ。騎士だな。騎士だ。うん。騎士かぶりしてる。ここ騎士。ヒゲは騎士、ヒゲ生やしてもらおう。ヒゲ生やしてもらおう。マジで騎士さん。どうしよう、オークス。ここ、もじゃもじゃの。あの、MIB の時に声かけてくれたの。サムライ？あー、サムライス、つらいですね。あー、いいかもね。角田。角田やな。角田。あー、いいね。水戸、水戸が大事。屋敷行こうとしてるじゃん、水戸。いや、お前はマジすまん、俺だな、水戸は。違うよ。ここは俺かも。空手やってるし。いや、違うわ、水戸は。あっ誰？お前知らんやん、水戸あんまり。山添さんだわ。あー、他にもありそうやけどね、山添さんのええ感じの役。お前よりは山添さん。一回じゃあ山添さんしよう。ヤンキーだから、山添さん。まあ確かに、うん。で、めっちゃいい人じゃん。あ、確かに。いや、これ喜ぶぞ、山添さん。ここみんなやりたいんやから、見とは。いや、これ山添さんしよう。いいね。やっと湘北が終わったよ。どうする？次、湘南？あ、涼南？まあ、両南でしょう。両南だね。両南はだから仙道。仙道はルカワに匹敵する重要なキャラクター。魚住、あのカツラ向きのシーンめちゃくちゃ似合うわ。ジンは3ポイントなの、おもろしずかのやつ。キヨタは1年のイケイケのやつ。で、マキはもう一番好きです。オールラウンド。あの、深津ピョンがセンター。でも何でもできるんですよね。沢木とマジすごい。日本一パスケがうまい。